4です。今回はこちら、はい、芥川賞、直木賞の選考委員はどうやって受賞者を決めるのかということですね。まず年2回、1月と7月に発表があり、1月は前年の7月から12月に出た小説から、7月は1月から6月の小説から選ばれる。振興会スタッフがまず了承用に各60から70編を選び、文芸春秋の社員200人が下読みして4班くらいに分かれて委員会と全体会議を9回ほど行い、候補を選考する。また別に作家、文芸評論家、同人誌主催者ら400人ぐらいを対象にしたアンケートでふさわしい作品を挙げてもらい、振興会スタッフなど読み落とした作品がないかをチェックする。賞が決まる1ヶ月前、5編から8編が最終選考に残り、最後に選考委員会がこれを読んで受賞作を決めるというわけでございます。はい。